ばんは、リラックス委員会山本エルビでございます。こんばんは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 。リラックス委員会山本エルビでございます。こんばんは。こんばんは。リラックス委員会山本エルビです。こんばんは。こんばんは。リラックス委員会山本エルビでございます。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。皆さんこんばんは。平成27年4月14日火曜日、ただいま午後11時を回ったところでございます。今日はですね、 JR 田町駅柴原口エスカレーター下におきましての駅頭活動となりました。実は今車の中で撮影しておりまして、外大変強い雨が降っております。最初強い雨でありましたので、傘を差しての挨拶活動、途中で雨が止んできたのでビラ配りを行ってたんですが、また雨が降ってきたりいたしまして、再び挨拶活動に戻るという大変慌ただしい駅頭活動と相なりました。はい。まあ、いつも申し上げています、雨が降ろうが槍が降ろうが天保塔が降ろうが山本ヘルビは活動をやめないという決意のもとで、今日も駅頭で立たせていただいておりました。はい。まあ、行動力、フットワークには、それなりに自信がありますけれども、まあ、これから大事なシーズンもまもなく到来しますので、風邪をひかないで、健康管理はきちんとしてまいりたいと思います。皆さんもどうぞお体の方ご自愛ください。JR 田町駅柴原口前に駐車をしております車の中より、実在の党港区議会第一支部支部長山本ヘルビがお伝えいたしました。